チェリオからの眺めチェリオは、ローマの町の元になった、ローマの79の一つ、チェリオの丘とも表記される。アウレリアヌス城壁で囲まれる、ローマ市街地の南東に位置し、マッチョーレモン付近の高台を付け根とし、南西向きに、長さ約2キロメートル、幅4 0 0メートルから5 0 0メートルの細長い丘で、丘の先端にあたる部分には、サンティジョ・バンニエ・パオロ聖堂が建っている。 シリオの丘の西側には谷を挟んでパラティーノの丘が、北側も谷を挟んでエスクイリーノの丘がある。20世紀末時点の標高は51メートルであり、エスクイリーノの58メートルに次いで高い。伝承によれば、王政時代にトゥッドスホスティリウスがアルバロンガを破壊した時に、アルバからローマに移住した人々がカイリウスの丘に住んだという。 アウェンティヌス・カピトリヌス・カイリウス・エスクイリヌス・パラティヌス、クイリナリス・ウィメナリス、紀元前31年のローマの地図上に示した、ローマの7級及びその他の主要地形の名称。都市を囲む、国天線は、セルビィウス城壁チェリオの丘の東端である、付け根には、ローマ時代には、プラエネスティーナモンと呼ばれていたマッチオレモンがある。マッチオレモンの南側には古代ローマ時代の、 カストレンセ円形競技場跡とサンタクローチェイン、ジェルサレンメ聖堂がある。ここからチェリオの丘の南側に沿って、アウレリアヌス城壁が、サンジョバンニーンラテラの大聖堂や、ラテラの宮殿付近を通過して、メトロニア門まで続いている。メトロニア門付近で、丘は西向きに折れる形になり、南側の谷底には、カラカラ浴場とアッピア街道がある。ここから、 西の部分には、サントステーファのロトンド聖堂や、サンティジョバンニエ・パオロ聖堂など、複数の教会や、チェリモンタナ庭園などがある。チェリオの丘のオネスジには、マジョーレモンからサンティジョバンニエ・パオロ聖堂付近まで、クラウディア水道の水道橋の遺構が残っている。チェリオの丘の生誕の先、パラティーノの丘との間の谷間には、フラウィウス円形闘技場やコンスタンティヌスの外線門がある。 他か,からの眺め、ありがとうございます。